とガンダルバイエヌ・チャム彫刻博物館ガンダルバは、インド神話においてインドラに使える、半神半獣の総額診断で、大勢の神のいる宮殿の中で、美しい音楽を奏でることに責任を負っている。また、相馬の守護神であるとも伝えられている。アプサラスの夫だが、女性のガンダルバも存在する。ガンダルバの演奏は、自然界の中のラーガとして見出される。 外見は主に頭に八角の角を生やした赤くたくましい男性の上半身と黄金の鳥の翼と下半身を持った姿で表される。その大半が女好きで肉欲が強いが、諸女の守護神でもある。酒や肉を食らわず、香りを栄養とするために尋ね歩くため直行、または広工業とも呼ばれ、自身の体からも好奇を発する。好奇と音楽は、 非常にかすかでどこから発しているのかわからないともされる。その身から冷たくて濃い好期を放つため、サンスクリットでは変化が目まぐるしいという意味で、魔術師もガンダルバと呼ばれ、蜃気楼のことをガンダルバの巨城に例え、ケンダッパ城と呼ぶ。かつてはギリシア神話のケンタウロスと同源であると推定されていたが、現在では否定的である。仏教での歓約は、 剣立派となり、天竜八部衆、また四天皇剣族の八部鬼神の一つである。学剣立派王、立場、立ちましめ、立場、唐靴は、からぐ靴ば、彦立ちましめ、だら、高神、高音天、高音など様々な役名がある。ありがとうございます。